俺の家族を巨大化させてほしいんだ。科学の力で。お前毎度言ってたよね。もう少しで完成しそうだから、もう少し研究費を上乗せしてくれって。俺は嬉しくて随分金を積んだ。それで成果はどうだった？そりゃもうおかげさまで。人体の巨大化、実験ならやってたさ。そんな技術世界中が欲しがってるからな。だが俺の実験はガキを巨大に育てる実験、命の保証なし。俺は天才科学者。初めから結果は分かってた。このババアの言う魔法のように人を巨大化する薬なんてどう考えたって不可能な技術だ。だから俺は金だけ積ませて。夜な夜なガールズシップを島に呼び、金は酒と女につぎ込んじまったよ。シュロロロロロロロ、あの頃は幸せだったぜ。ジョーカーの影に隠れてやりたい放題だ。まさかジョーカーが破れ。こんな転落人生を歩もうとは。自愚症。今まで順風満帆だったのに、それもこれも全部は反応。何の顔芸だい？ういー